はいどうもこんにちは、リュウボンです。陶器伝極み続けてやっていくよ。今回はねこれだでね、進行度10度15、前回ねこれあ違えよあそうそうそう進行度15が出てで多分まだ何もやってない状態なんだよね。だけどあの赤だけねやっちゃってなんで違うなんでかっていうと見てみこれ音樹棒と水ちめでしょ、つまんなくないね。でさ、乱気流ね、これカカチメインカルラヤチ入り多いしつまんないよね。でこれもね、でこれもうやっちゃった。これ辛かったけどね、大変だったけどね。うん。あと基本的にね、赤任務はオンラインでたまたま誰かがね受注しちゃってない限りは、やってないので一人でやってるんだけど。これやった、頑張った。でこれよ、竹早見もう完全にね、あの弓早日のね、あの亜種なんだけど、今回これを行くぜ。氷地風神だから多分氷と風の属性だな。どうこれ合ってるでしょ。あそう、例のごとくね、あの俺は最初はねちょっと初見でやりたいのであんまりね見ないんだな。よし、そして俺は太刀だろ余裕でしょ、超余裕だよ。あのさっきのね4連チャンのやつもやったんだけど、やっぱりねそんな辛くないから多分ね大丈夫だと思う。ナギはあなたのおそばにおります。うん、そばにいる。よし、やるか。鬼を打ち果たす。来た、真っ黒真っ黒青、超かっけえな。ふいふいふい、はい、して俺はこういうことするからね。あでもね、やんないって言ったんだっけ俺。あなんかね、あやっぱ普通にやる。あしまった、今飛んだかもね、ほっといたら。まあいいや、よし、じゃあ普通に戦うぜ。うっ、そうだった、こいつの右側は正面から向かって右側はね行っちゃいけねえんだよ。うわやばい、止まんなかった。うーん、厳しい。ちょっと待って、あの端っこだからねきついんだよ。 OK、 くっそこいつ、よし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 、次は大丈夫。うっそ、ちょっと厳しくね。 OK、 なんかね怖いのがやっぱり新しい動きをね必ずどいつもこいつも持ってるんだよ。それがねちょっと怖い。これ本当ね一人でプレイ、ね、実況もしないでやってるんだったら結構時間かけてね観察するんだよね。痛い痛い痛い、くっそダメだな、まだね俺弓早日の動き覚えてないんだよ。あれやられてる、ダメだ、しんどい、あー息が続かない。何やる、ナイス、さすがリンネさん。なんだこれは、わからん。あくー、厳しいな、あのタイミングすげえ難しくない。もうみんな覚えてる、分かってんの、ね、やっぱりね、この泣いた5秒後ぐらいだった、さっき。よしよしよし、偶然だよ今。おおびっくりした、いいかよ、今一応カウントしてたんだけどね心の中で4秒ぐらいかな。この辺をね覚えれば。ちょっと動くないあんまり。よいしょ、いいね、痛い。つうかさ、ちょっと思ったんだけどさ、弓早日はさ赤じゃない方がいい、ため痛い、やめてください。もうすぐ逃げる。
うわー怖い。あーダメか。何？俺じゃねえ。待って、そういうびっくりした。でも危なかったね。うっす。俺どんぐらいあった体力？7割ぐらいあったと思うんだけど。彼はきついな。関係。ちょっとどっか行ってくださいマジ。まずい。くっ。ああ。いやちょっとマジでマジでお前俺見えてないでしょ。ああ急性使えばよかったね。おお。そんなに弱ってた？そんなに弱って誰かちぎったか。危ない危ない、すごく危ない。うわあ、どうせならこういうね効率プレイをしていきましょうっていう話。もうちょっと、おう上、ちょっとね、俺が悪い。やっぱあの走ってさ向こうに行く頃ってさ、だってね向こうもだいぶその一体、今の俺が悪い。右立つなっつってんのに立つから、うん、俺が悪いな普通に考えて。あんなね、よし素晴らしい素晴らしい。うっ、よし。さあちょっと鬼血溜まったので、今どんぐらい、よしいけるね。ちょっと待ってね、もうなんかより動くようになってない？やっぱりこれも多分きついやろな。痛いな。ほらボケこれら、え、うっそ、なんでこけないの、ちょ、なんでこけないの。うわぁうわぁ、危ない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 、マジで危ない、やめて。危ない、本当に危ない。これえ、前足こけるの、こけるのってこれは何、これは何、よっしゃボケこら、うわよし極みが入った。ちょっとタイミング悪いんで今はできないけど、渾身の渾身が終わってクールタイムが終わったらやろうかな。完全に今ね、ういういうい、今んとこでも一回死んでるしな。やっぱちょっと舐めちゃダメだ。痛い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 、マジはっ。なるほど、ナギのスタミナ回復の増強のね見たま、スキルが効いてるうちは回復するんだ。あの玉振りの構えをすると何言ってるか分かんないね。ねよいしょ、このね、ちょっと待って、何するつもりだ。でまあまあまあ、もう立ち使いみんな知ってるけど、丸ボタンを押すといいってやるのね。でその間にやると斬新やるんだけど、このちょっと待ってごめん説明中にここでちょっとやっとかないと。よし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 、まずいよこれ。まずかないけどね。うん、あ、うっそ消えた、斬新全部消えた。まあ俺が悪いよね、あんなギリギリまでやる方が悪い。うんでね、さっきやると、でもまだ間が敵なんだな。ちょっと俺が行くとね動くんだよこの子は。いじめだ。あの何がね、あのゲームやってて一番悲しいのが敵に無視されるやつ。
もうね、あの狙われるんでもなく無視されるのが一番きつい。悲しいよね。よし、ちょっとなかなか説明できないんじゃないかよ。よいしょ。おおどら痛い。ちょっとこれみんなでやんないとやばいかもな。時間的にもうほらやべやべやべ。この判断もなかなかねシビアだぜ。よし残念だったな。おお、やるねみんな。俺は何一つやってないっていうのに。まずい。オッケー。今のも良くない。ねえ、ちょっと待って。起きろバカ者。早取り何やってんのお前。ダメか。モンハンだったらね、あれでいいんだけど。ね、もう本当そんなにね、こんな引っ張ってまで説明することじゃないんだけど、ごめんね、一応気になる人もいると思うので、斬新1段階目、ね、青でしまいます。で、2段階目が、赤、ね。これが、斬新2段目ね。で、斬新の1段目で、こう、見玉こうスタイルで、玉振りの構えをすると、見てみて、上。どん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 増えていくのね。で、離すと減っていく。ね。だけど、二段階目の場合は、よいしょってやると、すげえ勢いで減っていくのがわかる。で、玉振りの構えしても、増えないの。止まるだけで。だからね、なんつうんだろう。この、君早日が、待ってってお前はほんとうまいことやってくんだよね、ほんとにもう。さすが俺の天吉だぜ。賢い。まあ、こいつ天吉なのかどうか知らねえけどさ。いいんだよ、もう。なんだそれは。うえ。さあ、どこが弱ってるか見よう。尻尾か。じゃあ、もう尻尾だけでしょ。やるか。なに、来れるか。よし、動くな。うら。おら、本気、マジ本気。まだ鬼ちぎりがあるからな、俺には。ほら。くそー。許さん、もう一回。待って。空行かないで。お空行かないでね、まだ。よし、もう行っていいよ。まあまあまあ、かなり減ったんじゃない今ので。ほら。でもちょっと切り札にしては、まあ切り札じゃない。あと一回ね、できるね、今の。いや、もう辛いね。鬼ちぎりでこけてくんないんだよね。よっしゃ、いいえ。鬼ちぎり、だよね。俺間違ってないよね。足さ、どれか切ればさ、やってくれたよね。やってくれたってなんだよ。こけてくれたよね。あ、忘れてた、玉はみのこと。まずいね。大丈夫かな、俺。まずい、なんかやるぞ、こいつ。よし。俺のとこには影響ない。これ、やったが。大丈夫か。2回回るんだ。うわ、待って。うん、怖い。そっちか。あ、すげえ、なんで避けれたの俺。ずるくね。いくら NPC とかいいさ。鬼エイムならぬ、鬼回避。まずいな、これ。おお、見た今。ちょっと、今の攻撃、あそこは避けポイントね。見た？右後ろ足。覚えてね。で、他の攻撃で右後ろ足に何が当たるかをちょっと覚えておけば
これはね当たんないのは分かってるね。この動画でさあ、そこ当たんねえんだとか新しい発見の鍵になってくれたら俺はすごく嬉しい。本望だ本当に。あのウィキにそう書いてね、ルードの動画より知ってんだけどつって宣伝してくださいゴミだね、させん。何やるかなこいつ。あ、これさ、あ、あとあれがあるか、まだ横投げ払いがあるよね。ほら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 当たんねえ。ね、ちょっとこれちょっと覚えておいてね、これ。はい、動けた。すごくね、偶然だけどさ、すごく大事だよねこういうの。はい、ちぎれてください。もうこいつあれだよね、もう玉はみ戻んないよねこいつ。右後ろ足だろうな、安全地帯。ああいうのは当たるけどダメージが全然違うから。にゃーいただき。この右後ろ足、安全地帯です。うん、なんかやるな、なんかやるな、何もするな。その調子で頼むわ。いいね、右後ろ足が安全ゾーン。まだねぐるんって一周回るやつがある気がするんだよね、尻尾振りとかさ。ダメか、あれ何やるかな、前転かな、違う。あ、危なかったね、射程距離ギリギリだったわ今。うわー、剣心が来たー。もうリンネの剣心マジ、あれあれあれだけ気をつけて。うい、そんなもん。よし、もういい、やるしかない。よし、ボケがー。あれ、ちょっとエンライト大きいくんだね、それだけがね。よし、極みきた、これ。やべ、なんか来る。よし、危なかった。あのね、今の尻尾に当たってね、記録が全部、残心がね、全部あれが避けれたんだよね、さっき。あ、しまった。うわぁ、でーな、こいつ許さん。おーいしょ、飛んだ。ちょっと弾振り使えなかったが、まあいいでしょ、するか。いいね、いいね、いいね。うわぁ、はあ、疲れた。ちょっと離れようか。OK。マギ、大丈夫？死ぬぞ。よし。これは何だろう。前転か。あれも大丈夫なんだよな。うっ、うざい。ああ、ちょっとカメラが。うっ。ああ、よかった。今回、まあ、前作の水地目みたいな感じで、一回捕まってそのまんまさ、攻撃を食らうパターンじゃん。いわゆる投げ技みたいな。アマモがよく使ってたね。もう俺、すごいね、今、自然にこの右後ろ足でスタンバイしてたね。これぜひ使ってね、苦手な人は。よし、バカめが。これはこっちだな、違ったな。もう全部安全じゃん。よし、あれを一気にやるぞ。これはあの体力全部削る。あー、でもそっか、
極みがないと難しいんだよな全部は。おにちぎりもないのに何を言ってるんだろうね。もうちょっと何なんだよお前は。ダメでした。はあ、気持ちいい。よし、前転か。よし、これは回転と見た。ほら、いやもう確実でしょこれ。ぜひぜひ使ってください。死ぬよお前は。もうこれで終わりだ。ダメ？よし、素晴らしい。逃げよう。あ、ダメか。これでね、これでね、今のでとどめさせたらかっこいい。よし、絶対俺の人たち。やったー。名前もう忘れたけど、弓早きの足です。倒しちゃった。小松太刀、こんな人です。みんながこぞって、勝ちどきをあげなさい、勝ちどきをあげなさい。いやー、しかしな、向かうところ敵なしとは言わないが死んでるからね。敵なしって語れるのはやっぱりね、死なずにクリアできるようにならないとな。まだまだだ。さあこれでね、16に進める。なんで俺ねこんなに急いでね赤任務ばっかりやってるかっつうと、最近オンラインで遊ぶようになって、やっぱね17の人が多いんだよね。もう発売してねもう1ヶ月経つかな。うん、なのでもうみんなね17まで行っちゃってる人多くて、でなかなかね俺のこの14とか15っていう中途半端な、その、まあ、中途半端でそこ進んでる人はごめんね、このね段階の人がなかなかいなくて、部屋がねないんだわ。でね、17つってんのにさ、俺みたいなこのうんこ装備でさ行ってさ死んだらさ、うわー竜ボン弱えよみたいななるじゃん、なるじゃんね。嫌じゃん。だから早く17に行きたい俺は。きた。俺ね、あれをねやりたいの。常世の王の、あーいない、あーいない。あ、でも待てよ、クロニウムにいるかも。いたけどお前、いや一人でいいんだけど。何二人、あ、いた。大きみか、大きみ、常世の大きみ。普通の常世の王はいないの。君早き極み、常世の王いた。よし、これで銃、俺が持ってる銃を強くできるんだよ。よし。そういえば俺この実況で常世の王と戦ってないね。じゃあやろっかな。あ、つってもね、俺全然初見じゃなくて、無限討伐任務とかでもう倒しまくってんだよね。だからまあそんな面白い動画じゃないけど、とか言ってね、3回死んだりしてね。はいはい、そんな感じですね。というわけでね、今回はこれで終わりにしたいと思います。また次回見てね。またな。